隔週配信のぞきくん。こんにちは、まみこ役三宅まりえです。鈴木三郎役宮野守です。こんにちは。アシスタントの桜千代役小沢ありです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。まさか二人が来るそうだよ、びっくりした。あれよろしくね。今日は楽しみだね、まみこ。そうだね、鈴木くん。僕たちパーソナリティなんでしょ。ねえ、どうしよう。これからどういう風にやっていったらいいと思う。緊張しちゃうな。小沢さん、よろしく。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、ゲストパーソナリティにまみこと鈴木くんをお迎えしてお送りします。ウェブラジオ各種配信のぞきくん。この番組はテレビアニメ月刊少女のぞきくんのメインゲスト。アニメって何？まみここの番組は恋しようのメインゲストを持ち回りで MC に向かってリスナーの皆さんとコミュニケーションを図るウェブラジオです。素晴らしい番組だね。実質その小沢さんが、はい、パーソナリティでいいんだよね。私たちはアシスタントでいいんだよね。物語の俺主人公じゃないですか、恋しようの。ぜひぜひお二人。そうだけどさ、勝手が全然分かんなくて。分かんないね。はい、本編にもそんな出てないし。そうだし、大体振り回されてた。そうなんだよ。いやでも大人気です。大人気ですよ。はい、ありがとう。嬉しい。今日はいっぱいお声を聞かせてください。分かったよ。はい、頑張って喋るよ。お願いします。思い出もない。え、ない、はい、ないわけじゃん。鈴木くんとの大切な思い出がいっぱいあるもん。マミコ、マミコ、鈴木くん、マミコ。では参りましょう。ウェブラジオ恋しよう、略して恋しよう。始まりのお時間です。月刊少女のぞきくん原作コミックス第5巻がスクウェアエニックスより好評発売中です。宮前さんと前野さんの編集コンビとタヌキの表紙が目印。さらに公式ファンブック&アンソロジーも大人気発売中。お求めは近くの書店やアニメイトで。うおー、のぞきくん。各週配信野崎くん。さて、ゲストパーソナリティに、まみこ役の三宅まりえさんと鈴木三郎役の宮野守さんをお招きしてお送りしてます。今回の各種配信野崎くん、はい、お二人とも野崎くんの描いた漫画の登場人物ということで、はい、どんな役だったか、アニメがね放送してないとか見てない人のためにちょっとだけちょっと振り返ってみましょうか。はい、そう、教えていただければと思うんですけど、ね、まずまみこは、はい、どんな子って言いますか。どんな子ですかね。野崎くんの漫画恋しよう主人公なんですけれど、ね、はい、まあ引っ込み思案でね、大人しい、比較的まあざっくり言うとそんな感じで、はいはい、鈴木くんのことが好きだけど素直になれない、うん、まあそうなんですよね。主人公、ザ少女漫画の主人公みたいな、はい、一応設定はね。そうですね。でも、もうね、放送終了してるので、全然大丈夫ですけど。ね、ミコリンが、ああ、そうか、そうか、モデルになってるってことだね。はい。まみこがね、こう、積んでね、みたいな感じのキャラですよね。ね、はい。そうですね。はい。でも、漫画の中の漫画じゃないですか、僕ら。二、はい、次元の中の二次元だから。四次元結果四次元うわすごい、あんなこといいね、できたらね。ね、あんなこといいね。できたらいいね。いっぱいあるよね。ねえ、ねえ、つってね。だから、何を頼りにみたいなのが、ね、あったでしょ、最初は。私でももともと漫画読んでたんですよ、うん、この作品。米塩、うん、米塩月刊あ、そっち、本当の方、本当の方って二次元の方、二次元の方読んでて、で、まさか自分が四次元やるとは思ってなかった。びっくりしました。どんな気持ちで変わりました、じわとか。まず鈴木くんは誰かっていうのが私の中で一番の。そうだね、4次元で自分が決まったってことは4次元の鈴木もいるってことだもんね。そうそうだそうだ。で、絡むのがもう原作読んでたからわかるんですけど、もう鈴木くんしかいないから、そうです、その人と頑張っ
ってやっていけるかどうかが不安だ、うん、そうそう。そしたらこんなのが来ちゃって。いやもうほんと頼れる。いやいや、僕らって結構ね、僕は大変だったわけですよ。そう。まあ、オーディション ね、あの、受けたわけですよ。はいはいはい。月刊少女野崎くんの方の。ああ、そうですよね。恋しようのオーディション受けてないわけですよ。そうでしょ、そうでしょ、それで決まりましたよって言われたら、恋しようのね、登場人物だったわけですよ。それなのに僕は月刊少女の野崎くんのイベントに呼ばれたんですよ、最初。はい、一番発表の時に。そう、発表イベントに呼ばれたんですよ。はい。でも僕、野崎くんが出てないわけじゃないですか。恋しよう。恋しようの。はい。でもなんか重要人物ですよってずっと引っ張られて、うん、最終的にその鈴木なんだってことを発表、そこで発表してもらったんですけど、はい、はい。まさかね、そんな風にね、大々的にね、イベントにも出してもらえるなんて思ってなかったんですけども、だからね、期待してたんですよ。あ、きっと鈴木は、あの、かなり聞きた、活躍できるんじゃないかな、と思ってみたら、ちょいちょいでしたね。活躍してましたよ。結果ちょいちょいだったでしょ。いや、要所要所みたいな。全部持ってくぐらいの勢いで、爪痕を毎回毎回。本当にだからね、そう、爪痕は残したいな、と思ってたわけですよ。はいはい、はい。はい、中村さんも言ってましたもん、宮野が全力で、やりおる、やりおるって。そうそうそう。はい、一言で決めていかなきゃいけないからね、僕は、ね。その一言でも大爆笑ですからね、本当に。いや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 。本当びっくりしちゃいました。あ、でも結構あのね、鈴木くんのこともちょっと話したんですけど。そうだね。なんか、鈴木くんって、一応爽やかな。爽やかですね。ヒーローっていうキャラですもんね。最初の、そう、うん、最初の、あの、演出も、あの、いわゆる本当に爽やかに、うん、ということしか言われなかったぐらいに、あの、結構本当に王道のヒーローというか。はい。うん、爽やかヒーローをやってくださいって言われて、で、僕すごい頑張ってたわけですよ。はい、あ、最近ねえなと思いつつ、自分の中の引き出しをいっぱいいっぱい開けて、はいはい、マミコ。そしたら監督からもっと、もっとちょうだいみたいな。もっと爽やかちょうだいみたいな。そうそうそう。マミコみたいな。あ、それそれみたいな。ね、やってたら、はいはい、まあまあ、その、野崎くんが、生活をしていた、その、なんかね、影響を受けて漫画に反映されちゃうわけじゃないですか。そうですね。はい、恋しようの方に、はい、まあそれが米塩に米塩はい、だからそっちの方ではやっぱり野崎くんのちょっと影響が入って、野崎くんもちょっと混乱しつつ書いてるのがあるから、はい、中の鈴木とまみこもちょっとおかしいことになるじゃないですか。そういう時は逆に監督からもっとやってもっとやってっていう、もっと欲しがりなやつが来て、だから結局最後の方はそのね、あの砕けた鈴木が多くなってったので、はい、そうですね、だからあのアドリブの入れる隙間もちょっとあったりとかしたので、はい、はい、面白かったです、面白かった、頑張ってやってきま、はい、やってきましたよ。それこそ大体、うん、あの本番で一発でここ何か入れてって言われて、もう初めてのものが大体フィルムに入ってるじゃないですか。そう、だからその後私が受ける時がたまにあるから、もうまず笑わないあの何が来る来ても頑張って準備してやりたいことをやろうって思ったんですけど、面白いからまず潰しちゃいけない。そうだね、マミコいつも受けだもんね。でも僕も監督の受けをね、急に急にその要求があったからこそ僕も頑張ってやった結果、それをマミコが受けるみたいなところで、結構戦いだったね、じゃあ、ね。戦いでしたね。すいませんよ。基本に一応ね、もう、ね、顔下げて笑わないように頑張ってるんですよ。はい。でも楽しかったですよ。楽しかったですよ。コミカルなシーンはとてもやりがいがありましたね。はい。はい、うん、そんな感じで、はい、私後ろからお二人を見てて、はい、なんか、お二人だけ靴脱いで、裸足でやられてて、ああ、え、ここはカップルだから揃えてるのかなって思ったんですけど、脱ぐ派？脱ぐ派！脱ぐ派！私それこそ俺も脱ぐ派。嬉しかったんですよ。本当ですか？大体あの、うん、脱がない方が、大体脱がないですね。大体脱いてるじゃないですか。足汚れちゃうもんね。土足ですから。はいはいはい。本来脱がないけど。脱いじゃうよね。どこでも私脱いじゃう。俺もどこでも意外と脱いじゃうんですよ。それを間近で見てすごい心強かったです。あ、本当ですか。やはり僕らはカップルだねって。そう、嬉しいね。鈴木くん。ついになって、そうだね、マミコ。マミコ。鈴木くん。マミコ。それがすごい二人が見てて微笑ましかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、そんな共通点確かありましたね。うん。そんな感じで。やりやすいから？やりやすいのと、こう、落ち着く。あ、へえ、そうなんですか。どうして？背が高い。僕は、あ、もうやりやすくなってきちゃったけど、それが癖になって。最初はノイズとか。ああ、それもあります。そうなんですか？そう。ノイズとか、あと、身長とか。
まあそうですよね。せめて下げるみたいな。本当に。ちょっと下げるぐらいな。そう。なんかそういう理由からだったけど、うん、なんか脱がないと落ち着かないみたいな。落ち着かなくなりますよね。足ちゃんと地面でね、踏まれますもんね。そうそうそう。今も脱いでます。そう、スリッパも脱いじゃん。そう。スリッパも脱いじゃんって。今だってさ、身長関係ないじゃん。座ってんだから俺ら。でも脱いじゃん。どこでも脱いじゃん。へぇー。何この共通点。逆に私盛るので、そうだよね、スリッパね。そうか、もう。ヒール高いやついつも履いて。いつも持参してるもんね。持ってきてね。なんかもう靴だとこけちゃうんですよ。なのでスリッパの軽い 7.8 センチあるんですよ、あれ。そんな高いの、はい、はい、そんなに高いの160に届くね、そしたら。おそれでも中村さんのマイクには届かなかったんですけど。そうだよね。はい。可愛かったよ。ぴょこ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 ね。一生懸命。そんな感じで、なんかね、もうね、楽しい現場だったんですけど。ね、はい。この後も、三宅さんと宮野さんのお二人にはお付き合いいただくんですけど、ちょっとこの、その前にお知らせです。来いよ。月刊少女野崎くんのブルーレイと DVD 第1巻が絶賛発売中。11月16日に開催される月刊少女野崎くんスペシャルイベントロマンス祭りのイベントチケット優先販売申し込み券も封入。出演は中村雄一さん、小沢ありさん、岡本信彦さん、小野ゆえきさん、木村良平さん、中原舞さんに三宅まりえさん、さらにオープニングテーマを歌う大石正義さんも。受付期間は10月21日火曜日の18時まで。ぜひ応募してね。各週配信野崎くん、はい、ただいまお知らせでもお伝えしました通り、うん、好評発売中の月刊少女野崎くんブルーレイ &DVD シリーズなんですけど、早くも第2巻の情報が届きました。はい、見本がちょっとここにあるんですけど、で今回の初回生産特典は、うん、キャラクターデザイン谷口純一郎全面書き下ろしスペシャルデジ仕様ジャケットと、うん、スペシャルペットケース、うん、スペシャルブックレットの豪華仕様、うんうん、さらにキャラクターソングを収録したスペシャル CD には堀正幸 CV 小野ゆうきさんと、若松ひろたか CV 木村良平さんが登場します。なるほど、2人入ってます、うん、とアイキャッチのイラストカードも4枚封入でお得感満載です。お得お得。はい、でまた毎回特典には安定の充実っぷりで、はい、と特典アニメ第2号続あの美男子男友達それとも彼氏を収録してます、うん、と出演は桜千代、うん、若松ひろたか、うん、鹿島優、うん、瀬尾ゆずきとなっております、うん、であの第2巻の毎回特典に、うん、2014年6月29日に、はいはい、あの先行上映イベントがやった1話の、それのダイジェスト映像が、約30分間入ってます、これは夜の部らしいですね、うん、はい、もう入っちゃったんですね。わあ、なんかあの来られなかった方もぜひぜひね、うん、これで見ていただきたいんですけど、ね、はい、あとオーディオコメンタリーには中村雄一さんと岡本信彦さんと私小沢アリが参加して、うん、すごいわちゃわちゃとフリートークを、うん、させていただきました、うん、その他にスペシャルピクチャーレーベルノンクレジットエンディング PV ボリューム2第3号と第4号のロング予告など、うん、30秒のロング予告など、うん、今回も月刊少女野崎くんのあらゆるものが詰め込まれております。もう覚えられなかった。もう全然覚えられなかった。すごい いっぱい入ってますね。あのイベントって俺らコメントしたやつ。そうです。あ、それですか。それがイベント。はい、そうです。あ、どうでした、あの反応。すごかったです。あのミコリンが、ミコリンじゃない、あの岡本さんが、岡本さんが全く呼ばれない、あ、呼ばれないっていうか覚えてもらえないやつ。一切名前言わない。岡本さんが言ってました。あれ、後輩がいるのにおかしいなって言って、すごく盛り上がりました。もうドッと2人が出てきた時にとすごい、あのね、あのお題もお絵描き対決のお題も、あ、もうめちゃくちゃやったよ、ね、あれもちょっとアドリブだったよね。なんかなんだっけな、え、あれ裏話聞きたいんですけど、分かんなかったら何とかでもいいですよみたいな勝手に言ったんだよ。言ってました。宮野さん言ってました。あれ、え、何を言ってなんだっけな、飛行機、飛行機、あ、そう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 、あ、そうだそうだ、そうなんですよ。でもどういう風に僕らはイベントで流れたのか分かんないから、あ、それも真相は闇の中なんですよ。はい、なんかぜひひたすら頑張っただけで、その後ね、小野ゆうきさんが一人で撮る。そう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 ね、やっぱここで二
2次元と4次元の違いがね、そうそうそう、一緒にはなんないんだねやっぱ僕らはみたいな、同じ次元にはいられないんだなっていう、ね、収録前もね、私たちちょっとね、あのブッキングが、ね、これからあの踊りがあれあれみたいな、そうそう、なんで陰謀的な感じで、そう、なんでいらっしゃるのって映像撮るんだよ、そうなんだ感じでしたね。はい、そんな、うん、なんか、はい、冷蔵も入っております。月刊少女野崎くん、ブルーレイの DVD 第2巻は、いつ？角川メディアファクトリーより、10月29日発売です。もうすぐだ！あの、本当予約しないと手に入らないぐらいもう大好評なので、ぜひご予約をどうぞお忘れなく！そしてそして、あの、グッズの情報なんですけど、はい、ムービックさんより、たぬきぬいぐるみが10月頃に発売されます。やったー！あの30センチですかね、はい、価格は税別2800円、サイズは全身約30センチです、はい、アニメイトでチェックしてください、ここにあるんですけどね、はい、すごい存在感があのアニメと顔が変わらず変わらない、このあなんていうんでしょう、殴りたくなるか殴りたくなる、バイオレンス、意外とバイオレンスなんだね、すごく可愛いので、はい、ぜひぜひお店で見かけたら、ね、これすぐ見つかりますよ。すぐ見つかるね。こんな表情のね、いないもんね。本当に可愛い、本当に可愛いんですけど。ぜひアニメートさんやあのネットでも買えるので、はい、ぜひぜひチェックお願いします。以上お知らせでした。テレビアニメ月刊少女野崎くんのオープニングテーマ君じゃなきゃダメみたいとエンディングテーマ裏表フォーチュンが角川メディアファクトリーより好評発売中、お求めは近くのアニメーターや CD ショップで、よろしくお願いします。野崎くんも聞いてくれるかな、各週配信野崎くんふつおた、ということで、私三宅が読ませていただきます、はい、知ってただろうネームもぶこさん、言いづらい、言いづらいね、全部ということで続いてはそうなの、誰が決めたの、岡本さんがゼロ回放送のプレ放送の時に、うん、あのラジオネームどうしましょうって言って、うんうん、知ってただろうネームちょっと言いづらいくないですか、ぜひぜひこれをみたいな感じになったんですよ、誰のここ、マミコリン、マミコリン、もういいや、読もう、はい、誰か知らない、私は鈴木くんのセリフマミコのバリエーションの豊富さと破壊力に毎回感動していました、はい、はい、野崎くんやちよちゃんたちの日常にほっこりしていたはずが、見終わった後の感想が、うん、今日の鈴木くんもすごかった、うん、になってしまうぐらいの圧倒的存在感でしたね、そこで宮野さんにお伺いしたいのですが、鈴木くんが節分の豆を投げたり玉乗りしたりしながら数々のマミコ発言の中で宮野さんが一番印象に残っているベストオブマミコはどのマミコでしょうか、ぜひ教えてください、ちなみに私のベストオブマミコは崖に落下しそうなマミコの手を取ったファイト一発的なシチュエーションのマミコです、よくわかったね、あれがファイトだって崖ですからね、完全にファイトの天使やってないですからね、マミコー鈴木くん日常感ゼロ日常感ゼロだねそうですね、はい、これですね、いやベストオブマミコ、いやいろんなバリエーションのマミコって言うけど、いやマミコしかほとんど言ってないから逆を言うとね、はい、そこでやっぱこうね、もう爪痕残していかなきゃみたいなことはありましたけど、でもやっぱりシチュエーションに合ったマミコを僕は言ってたつもりなんで、うん、なんか別になんかあえてこうしてるとか別になかったんですけどね、その状況、うん、状況でベストなマミコが出せればと思っていつもやってましたが、でいろんなこうなんだろうな言い方、うん、その玉乗りもあれはちょっとアドリブだったんだけど、アドリブですよね、マミコしか書いてなかったですね、確かマミコ多分何も書いてなかった、書いてなかった、何も書いてなかったんだ、絵がでアドリブ入れてくださいって言われたから、どうしようかなと思って、とりあえず喋ろうと思ってどうせ口動かないしと思って、これ何してると思うだっけ、あ、そうです、玉乗りこれ玉乗りだぜマミコみたいなことを言ったら OK になったんでまあそういうチャレンジはいっぱいしてたんですが、僕はやっぱりでもいわゆるそれは日の目を見ないマミコじゃないですか、結局漫画として発刊されないわけじゃないですか、はい、野崎くんの漫画ボツのネタじゃないですか、確かにじゃなくてやっぱり僕はその恋者の中で一番僕が頑張ってたのは普通のマミコなんで、はい、確かにそうですよ、僕が一番頑張ってたのは
マミコっていういつもそのマミコにときめいてもらわなきゃいけないわけですよ。綺麗なそう綺麗なシーンちゅうちゃんが読んでほわーってなってる綺麗な鈴木くんを僕が一番頑張ってましたんで、そこはみんなに認めていただきたいっていうところはありますね。崖の男の鈴木くんじゃなく玉乗りしてる鈴木くんじゃなくマミコにときめいてもらってる鈴木くんをね、そうですね、そうベストオブマミコにしてほしいなって思います。さすがです。よかった、はい、聞けてよかったです。そうなんです、はい、そうなんだよ。もうあそこのシーンが確か別撮りで、うん、マミコが別撮りで、うん、これ合わせたんだなってなんかこうとりあえず私だけ申し訳ないって思いながら、うん、とりあえず聞いてって言われて、うん、ファイト一発とか特に何来るのかなって思ったらそれで私多分あれ一発目だったんですよ、うん、とりあえず聞いてって言われていきなり合わせてやっぱ一発目に使うわってマジでかーって思いながらそうなんだよね。アイキャッチとかも11話とか試しの時あったじゃないですか。そうだね、そこも確か抜きで。そうなんです。ね、まあ合わせてって言われて、うん、もう本当に俺が先にやってることの方が多かったんだねぴったりで感動したんですよ。どうしようっていうなんだっけ。でも俺はなんかとりあえずだからでも自由にやってって言われて、そうですね、で合わなくてもいいから的な感じでやったから多分すごい合わせづらかったと思うんだよね。なんかまあもう合わせなくてもとりあえずなんか、ね、そう慣れっていうか気持ちです。それでいいのかなって僕も思っててやったら合わせぴったり合わせぴったりでしたよ。さすが合ってないけど合ったんですよね。さすがですね。いややっぱり裸足同盟はね、裸足同盟はね息がぴったり、息がぴったりということでございますよはい、さてお送りしてまいりました。もう終わり早っ。各種配信野崎くん、まもなくお別れのお時間なんですよ、番組では皆さんからのお便りを募集中です。お便りの投稿はアニメット TV の番組メールフォームからお願いします。はい、では今回の配信はこの辺で、はい、お相手はマミコ役三宅まりえと、鈴木三郎役宮野守と、さくら千代役小沢りでした。またね、楽しかったねマミコ。本当に鈴木くん、マミコ鈴木